今回は、エレンがライナーに直接会いに行った理由がラフで判明していたことに対するみんなの反応を集めてみました。エレンマジでライナーと話すのが目的だったん。同じだからな。エレライは公式カップリーグだからな。イサライは公式カップリーグだからな。何のラフなのそれ。巨人店の壁に貼ってあったネームの一部だと思う。来てる。現状のエレンのことを考えるとある意味先輩のライナーと話をしたかったんじゃないかって。ゼロ起こすから邪魔なライナーを抑えておかないといけなかったエレン自ら行ったのはお話ししたかったから。ライナーからしたらいい迷惑だなと思ったけどされる理由はあるな。まともに話し合える貴重でわずかな時間だったからな。これから虐殺する人間として先人がどう思うのか知りたかったんだろう。一周帰って兄貴分に戻ってしまった。なんか壮大な喧嘩っぷるみたいだな。ある種のエレンの人間味だよライナーとの対談。ああ言ったっけそんなこと。あそこだけ感情が出たような声なのマジで演技すごかったな。エレンにとってライナーは鏡合わせというかある意味人生の先輩というか。エレンの心情が見えないと忘れてくれで恥ずかしがってるのが不気味すぎて怖いよね。何しに来たのかってもんにはお前と同じだよ。なのに復讐したり苦しめたりしたいわけじゃないって逆に怖いよね。同じ予定虐殺者として精神的にすがりに来たとも考えられる。まあ結局パリパリピする決意が補強されたんだが、その後のライナーの懺悔ほんと好き好き。エレンとライナーってこの時点じゃ唯一お互いの境遇を理解できる存在だったからな。ライナーはエレンがやらかすこと知らないが、エレンの下準備から襲撃までの工程を考えるとライナーに会ったのってもう最後の最後なんだよな。式典でヒストリアに触れた時に血鳴らしのネタバレ踏んでライナーと同じことを自分もやるって自覚したからな。こんなこと相談できる人間一人しかいないわ。ライナーはエレンの年前に言ったこと覚えてたけど、エレンも年前のライナーのセリフ覚えてたからね。俺も半端なクソ野郎だったよって打ちひしがれてたし、ライナーがベルベル君に先の短い殺人鬼同士、俺たち以外誰が理解し合えるって言うんだって言ってたけど、エレンにとってライナーがまさにそれなんだ。ライナーを一番評価して尊敬してるのが今のエレンというなんとも皮肉。エレンはヒストリアに触れたあの日以来やりたくないけどやらなればいけないことのせめぎ合いでメンタルボロボロになったから、そういう状況に置かれた先輩であるライナーと話し合って心の整理をちゃんとしておきたかった。その殺人鬼先輩のナイスガイがあの日の俺がやりたかった大切な人を助けることを再現して立ち上がってきた。ライナー英雄になれ次回力尽き倒れる鎧の巨人。あそこでアギと食えたのに振り向いちゃうエレンいいよね。振り向かずにはいられないよね。ヨガヨならプロポーズですよ。ライナー時代や環境のせいじゃなくて俺が悪いんだよ。エレン近いうちにみんな死ぬ。いや俺が殺すんだ。周りには宣戦布告されてるし嫌でもやるしかないからな。ネタバレ食らった瞬間は本当に絶望しただろうな。あれアルミンに未来は誰にもわからないはずだって言った直後なのほんと死で。ライナーあのシーン演技すごすぎてちょっと涙目になっちゃった。叫ぶ演技本当心に迫る勢いですごかった。あいつこれがクソデカ感情ってやつか。デカすぎるし重すぎる感情に押しつぶされそう。これだけのことをやらかしておいて罪の意識に苛まれるのがちょっとね。ライナーされたら結局巨人になっちゃうところもね。本当にかっこいいよね。時代や環境のせいにせずに自分の罪と向き合っててかっこいいよね。自分の願望より仲間を救うことを優先してかっこいいよね。1個目、お前モテねえだろ。ライナーまとめでライナー以外の話すんじゃねえよ。違うが、モテないのはライナーまとめとか1個目とか関係なく自身のせいなんだ。違う、1シャンのせいじゃない。シャンは悪くない、全部俺が悪いんだよ。分かってライナー本当。コメは取った瞬間は嬉しいんだ。しかしその後見返してもっと面白いネタ思いついたなと思う時がある。ダハハハハハ、また同じコメントをしたな。他のやつはないのか。コメゲッター頭の回転は鈍いようだが敏捷さと機動力に長けるベイランの盾となり、ヘイトを引き受けるにはまあが合っている。みんなの語録対応のおかげでヘイトは溜まってなさそう。力尽き倒れる鎧の1個目。なあコメ、お前ずっと苦しかっただろ。今の俺にはそれがわかると思う。これついてるリプライを見るとアニマンユーザーってよく訓練されてるなって。真摯に知的に性癖直結な変態コメができる歴戦の戦士たちだ。デス応答が違う。コメ復権派の仲間にダイナにクルーガーに報えるためにコメを取り続けるんだ。死んでも死んだ後も1個目。おてめえ箱のまとめにいちゃいけねえやつだ。一体何考えてたんだ。
本当に気持ち悪いお前の優越感に溢れたその面構えを思い描くだけで。頼む朝は静かに。うおお、ライナー、おはようライナー。ライナー、起きて、ちょうだよー、何度寝しようとしてんだ、出社しろ。これはお前が染めた物語だろ。どうして俺に有給を取らせてくれないんだ。起きて働け。お前はそのために生まれてきたんだ。ダメに決まってるだろ。しかしよく今日が平日だとわかったな。いや、実は俺は今日有給なんだ。いや、実は俺は働いてないんだ。ではなぜ今日が平日だとわかった？そんなことすぐわかるだろ。なぜなら、おお。アクロバティック、はぐらかし止めろ。起きないなぁ、起きないなぁ。早起き偉いなぁ、偉いなぁ。起きて働け。むしろライナーと寝たいなぁ。これはガビ山先生のレス。おはようライナー、壁でも壊しに行こうぜ。おはよう、おはよう。エレライ、エレライ。エレン、ちょっとサウナまで。そこには伊佐山先生の神々しきお姿が。主人の影だった存在が、終盤では救済の光になる展開いいよね。うち間違い主人ではなく主人公。ライナーとエレンの主従関係物？うおお。ライナーはかっこいいからな。初見だとライナーに復讐しに来て嫌がらせしてるんじゃないのかって思うんだけど、実際はエレンも同じ、いやそれ以上の大落札しないといけなくなってて、メンタル限界ギリギリな状態でライナーだって仕方なかったんだ、きっとそうなんだ的な感じで弱音というか、ある意味助けを求めに会いに行ってたっていう。で、英雄ライナーとタイバー公の罪に押しつぶされながらも責任から逃げない進撃度の高い姿を見て、ライナーありがとう、俺辛くても頑張って進撃するよとなったと。本試掲載時はマジで復讐のためにあったと思ってた、圧迫面接じゃなくてお悩み相談だった。カウンセリングが必要な相手を脅して無理やり自分のカウンセリングも仕掛けてる。あげく、もう眠りたい個人の願望矢印立ち上がるライナー、みんなを守るでダメ押し。もうエレンは止まらない宣戦布告で背中から押されて、ライナーの姿で進撃を決意する尊い姿です。当時みんなエレンの言ってること深読みしまくったけど、あそこの一連のエレンの所作って、タイバーの演説への反応を含めて、めちゃくちゃそのまんまな話だったのは意外だったね。あそこの流れは伊佐山の天才さがにじみ出てる。回想の兄とベルトルトのセリフがかかってるんだよね。仕方なかったという許しが欲しかったけど、俺のせいだで許されないと教えられたエレン、お前が憎いという裁きが欲しかったけど、お前辛かったろと裁いてもらえなかったライナー。なんて美しい対比なんだ、芸術的とすら言っても過言ではない。いろいろあったけど、最終的に訓練兵の頃と同じ、俺もお前みたいになれたらに帰結するのいいよね。エレン、これから虐殺しなきゃだけど、時代や環境のせいもあるし仕方ないよな。ライナー、時代や環境のせいじゃなくて俺が悪いんだよ。タイバー、私は死にたくありません。それは私がこの世に生まれてきてしまったからです。エレン、セヤナちゃんと罪背負って頑張るわ。エレンはエレポ採点者なのに、エレン自身はエレポ低いの笑う。親の仇がこの世で唯一の理解者になる展開すごすぎる。しかもすんなり受け入れてしまう。大胆な告白は大量殺戮者の特権。羨ましいね、惚れ惚れしちゃうよ。進撃の巨人ほど作者の気持ちパンツの具合が考察されてる漫画ってないよね。こんな分析のしがいのある作家もなかなかいないと思う。進撃は作者の人となりとか全然知らずにアクションシーンを眺めるだけでも十分楽しめる漫画だと思うけど、先生について知れば知るほど、進撃は先生の哲学とか生き様とか性欲をそのまま発露させた作品なんだなと遺憾する。性欲細胞。性欲せめて性癖と言ってやれ。マシにはなってるけどさ。割と序盤でその性癖発露を見抜いた富野義行氏、同族嫌悪かな。ライナーほんとかっこいいよ。最後までエレンにとっては兄貴分だったのかな、ライナー。昔からエレンはライナーには弱みを見せてたからな。何も変わってないんだよね。多分元ネタになった友達とガビ山先生の関係性そのまんまなんだろうな。なのにライナーはどうしてこんな目に。それがガビ山の愛だろう。定期的にガビ山先生は先輩ライナーのモデルを呼び出していた。ガビ山よ、先輩、座れよ先輩。ガビ山どうしてここに。ガビ山、お前と同じだよ、嫌だよこんな後輩。山に囲まれた田舎から出ていけ、ビッグな漫画家になれって背中を押してくれたのこの先輩なんでしょ。壁、自分を閉じ込めるものだから壁を壊すってポジティブな要素でもあるよね。リアルタイムではエレンの内心が読み切れなくて、皮肉や嫌味でライナー詰めに来てるんだろうなって思ってたけど、エレンの心情がどんどん明かされていくにつれて、あっこれ本当に攻めるつもりなかったんだってなるのは構成がうまいと思う。アニメの声色でも全然攻めてない。
エレンが優しい声で話してるの良かった。そしてそれにライナーが怯えまくってるのも、ライナーに仕方なかったんだって言わせたかったまでありそう。未来の奴隷として自分も地ならしするしかないよなって流されて心が逃げそうだったのを自分のせいだって気高い心を見せられて、たとえ未来に強制されようと自分の責任、自分の意思としてやってやるって気迫を取り戻したようにも見える。ぶっちゃけやる気出さない方が良いんだけどね。単純に話したかったのもあるし、ライナーならエレンの気持ちを理解してくれる、エレンを止めるために殺しに来てくれるっていう思いもあったろうしな。察することは変わらないけど、最後にライナーの意思を確認したかったんやなって。眠気のせいでラフガのエレンと脳内変換されてしまった。頭がビッてやがる。そうだよな、ライナーの方がいいよな。正直、子供エレンが自由だってはしゃいだりし、その中の頭部だけで眠るエレンも美しいと思う。ただ、ラフではないな。わら、パリピフカヒのクソイベすぎてかわいそうだなぁ。ファルコアとは若い人同士で、年寄りはこれで。ファルコに残るよう言ったのも人質とかじゃなくて、ライナーならファルコをかばって宣戦布告から守ってくれるって思ってたからなのかな。まああとはファルコにもいろいろ思うところがあって、見届けて欲しかったんじゃない。それこそ、信じられてたのに裏切るっていう自分がライナーにされたことをやるまとなエレンポイント的なのとは別に、多分エレンはファルコ好きだったろうし。潜入した戦士3人に身の上話したおじさんと同じで、裁いて欲しかった善良で罪のない子供にそれを期待したんだよ。そう意味だとエレンの期待通り、ファルコはしっかり裁いてくれたんだな。ライナーはエレンの期待を超えてきたけど、平和を壊した者と平和を壊された者、兄貴と弟分、裏切り者と裏切られた者という人の今までの物語がしっかりと書かれてからの俺とお前は同じは、本当にストーリー構成が巧みすぎると思った。ガビヤマ、僕も混ぜてよ。わら、先生はそんなこと言わない。先生は平然とした汗顔で最初から混ざってる。そういう個人だ。平然とした汗顔って何？さては百合の間に挟まりたいとか言ってしまう人だな。ガガヤ、例えば俺が俺じゃないとして、お前はお前だと言い切れるのか。誰かの呼ぶ声が耳鳴りに変わった。誰かの泣き声が地響きに変わった。長い夢を俺は逃げ出した。赤い体で抜け出した。植えた獣みたいだった俺は。お前だ、また会おうぜ。地図にない場所でグレートエスケープの歌詞そのまんますぎるよね。エレントライナー、バンドリでアヤネルがカバーしてるおかげで、プレイ中にライナーの幻聴が聞こえるようになってしまった。ガビガビ、そういや中の人つながりだと、ガビがボーカル、フリーダがドラムでバンドやってるんだよな。性格とか全然違うけど、もうカップルだよね、これ。作戦的にはライナーの無力化も兼ねてるんだろうけど、単純に話したかっただけだよな。最後の握手は友情や親愛から来たんだろうけど、それはそれでパリパリピ。そりゃ振り向かずにはいられないよな。子供の時の自分がまさしく求めてたヒーローが現れたんだから、憎しみやら同系やらで感情ぐっちゃぐちゃになったんだろうなって。本当にかっこいいよライナー。だから進撃するね。母親が食われるあの時の自分には現れてくれなかったヒーロー、子供たちの助けてに立ち上がり駆けつけるヒーロー、なぜ自分には現れず彼らには現れたのか。なぜ差が生まれたのか。自分に力がなかったからか、ハンネスに勇気がなかったからか。そもそも、助ける側と助けられる側に分かれているのがダメなのでは？自分で自分の背中を押して地獄に進むヒーローと、仕方なかったで妥協するヒーロー以外、分かれているのがダメなのでは？人間全員がヒーローの世の中になれば良いのに、人間を全員ヒーローにするか、ヒーロー以外を全員殺すか、おや？呪術廻戦かな？あそこで振り向いて捕食を止めるエレンに、ここだけ進撃らしくなく妙に少年漫画チックだなーって思ってたんだけど、ここの人たちが、振り向かずにはいられない、きっと見惚れてたんだって言ってるのを聞いてめちゃくちゃ納得した。心が折れていてもライナーはファルコだけは守ってくれるはずだって思って巨人化して、死にたいほど苦しいのにそれでも立ち上がってくるのかって心底驚愕したと思う。どれほどライナーが苦しい状況にいるか誰よりわかっているエレンだからこそ。ライナー、またなで寂しい顔してたエレンの気持ちが今ならわかる気がする。内容と全く関係ないけど、エレンポイントってのがよくわからん。ライナーやエルヴィン、タイバーが高得点なのは大体わかったけど、例えばハンジさんと兵長は？エレンポイント高いの？低いの？ハンジは昔は高そう、マーレ編以降は低そう。自分の本当の気持ちを押し殺して流されるとポイント低そうだから、団長になってからも巨人大好き、巨人を知りたい、ひたすら知りたいを貫いてたらポイント高かったように思う。団長だから好き勝手はできない、仕方なかったってやつだ。だしリバイは割と判断を上に委ねてた部分あるから、低めハンジは順番が回ってきた頃からポイントが下がってる。リバイはポイントは高くないけど好感度は高そう。
エレンポイント低いエレンに嫌われてるってわけでもないからね。なんなら貯めない方がまともな無であるからな。エレンポイントでもマイナスすぎるとただのろくでなしだから、エレンポイントくらいが一般人としてはちょうど良さそう。ミカサとかエレンポイント最下位クラスだけど大切に思っているっぽいし、単に好意とか好感度でもないよね。既存の言葉で表すと何が近いだろう？尊敬？成長もアッカーマンだし、服装ではある。世の中で最も貯める意味のないポイント、それがエレンポイント。いろんなところで解説動画があるから見てみたらわかりやすい。結構ネタにされてるけど考察のつとしてはかなり面白いよ。エレンポイントとは、自分の責任の所在を環境や時代に転嫁するのではなく、自分自身の意思とする人間に加点されるポイントのことだぜ。もう話し合いは無駄だと腹くくってるからな。エレン、やっぱ圧迫面接はハルコに見せることに意味があったんかな。後に続くものに俺らのようになるな、と。関来派だったけれどエレライもいいな。話をしたかったってエレンが言うのはわかる。孤独だもんね。同じ境遇のライナーと、海の向こうで条件を同じにして話したいというのは、超孤独で理解してくれる話し相手のいないエレンにとってはもう心の叫びみたいなもの。もしこの時点で故郷に帰ったライナーの心が癒されていたとしたら、エレンの相手ができて話は少し違う方向に進んだかもしれない。でもライナー自身がもう死んでしまいたいほど弱っていて、誰にも自分の考えを聞かれたくないからコミュニケーションを拒否して、あんな小声で囁くようにしか喋れなくってしまって、エレンも内心ショックだったろうな。ライナーはその両親の呵責というには重すぎるけど、都道決別して、どういう自分にとっての真っ当な理由から今エレンと戦っているのか？そのあたり、ライナーの心の動きをもっと知りたい。あいつ、そういえばレベリオにエレンが行ったのって獣を壁内に連れてくるためだっけ？そだよ、地鳴らしの力を得るためにヒス取り扱う気はないので。最終的に地鳴らしを発動するためにジークに乗ったふりをするために、そういう名目で兵団を呼んだタイバーエが要人を集めて演説するという情報自体は掴んでただろうし、そこで混乱を起こし敵戦力を把握しつつ隙あれば巨人を食って獣を連れ帰るってのは最初から決まってたと思う。宣戦布告するって知ってたかはわからんけど、結局のところ忘れてくれって言った理由も、あの時ライナーに向けて言った大量虐殺者のくせにうじうじ悩んでんじゃねえ人間じゃねえんだぞお前らはっていうのが、そのまま自分に返ってきてることに気づいちゃったからじゃないかな。そして今度は自分がそう言われても仕方ない立場になってしまったから、忘れたいのはエレンの方なんだと思う。場面見てみても恥ずかしそうな顔仕草してるよな。現状では本当になかったことにしたい言葉なんだろう。ライナー好きなのはわかるけど、少し記事乱立させすぎじゃねえのか。俺たちの英雄だからな。今押さずにいつ押すと、ここが一番ライナー熱いからな。これ以降はガビガビフロックジークのヘイト稼ぎ競争からの地鳴らしオンステージだし、アニとベルトルトが言ってるエレンが死ぬ前に話しに来た理由は裁かれたい許されたいからや。本当に対比構造がうまいよなこの作品。マーレ編のキービジュアルがイチゴと対になってるのすげえ感動した。やっぱりライナー P じゃないかこの枠。ベルトルトが誰かに裁いて欲しかったんじゃないかなって言った後に、エレンがお前は仕方なかったんだって裁くの見せ方がうまいよな。最の地の最後まで地鳴らしするか悩んでたところで、同じ境遇で親身になってアドバイスくれてた本当は敵だったライナーが、俺が悪かった俺のせいだ消えたいまで言ったんだから理不尽な世界に対して腹くくったんだろうな。俺はあそこの開口こそ最後に決心した場所だと思ってる。もう最終回はエレンとライナーが真珠 END なんじゃないかと思えてきた。ほっといてももう寿命ほとんど残ってないよ。どっかのファンアートでエレン、ライナー君はどこに落ちたい？パロがあったがマジでこれに近い落ちかも。立ち上がった英雄ライナーにエレンがアギトを食うのも忘れて振り向いてたけど、余裕かましてたわけじゃなくて、エレンは感動してたのか。ガキの声か、誰かを呼んでるみたいだがもう遅い。悪いがアギトはいただく。仕方なかったってやつだ。背後で巨人の出現音、まさか、ライナー立ち上がってくるのか。ガキどものためにネイキッドライナー登場。母さんの時にもした助けがあったらライナー、本当にかっこいいよパリパリ。これならガリアードを食べる手も止まるわけだ。あの面談シーン、読者目線だとエレンからライナーへの好意だだ漏れなんだけど、ライナーにとってはひたすら恐怖しかないすれ違いが面白悲しい。あれを好意とするのは格納すぎると思う。絶望から来る感情でしかない。好意って言葉を格愛的にしか捉えられないのが格納だと思うが、共感尊重尊敬的な好意だよ。エレンサイドライナーなら何か答えをくれるはず。
俺の心を救ってくれる、もしかしたら止めてくれるかもしれねえ。ライナーサイド、エレン、俺をそこまで憎んでいて当然だ。あれをやったのは時代でも環境のせいでもない俺が、俺の意志で、やったことなんだ。英雄になりたいがためになら、エレンは俺をする権利がある。エレンすまない、本当にすまない。矢印、エレンの上を行く回答をすでに準備済み。ライナー、天然でエレンの背中を無限押ししてるから。エレライが強すぎる。そやミカサがもじもじしてる間にライナーにエレン取られちゃいますわ。まさか、誰も爽やかなイスガイの何か邪悪な神に愛されてそうな英雄なんかにかっさらわれるなんて思わないだろ。ミカサどころか、今まで一番の理解者だったアルミンをも超えてると思う。今のエレンにとってライナーが一番本心や弱音を吐き出せる場所じゃね。アルミンやミカサには弱音とか言えなさそう。このまあ普通のネームからあの驚異の圧迫面接課税演出にどうやったらたどり着くのか。本編でも実際会話してやっぱり同じなんだって確認しただけだしな。何せエレライの娘ってのがいるから長引って言うんですけど。エレンルートとライナールートを同時にリアルタイムアタックするモサがいるなんて思わなかったよ。精神壊れるわ。ライナー話題で興味持って最近読んだけど、どちゃくそ面白かった。ライナーありがとう。違う違うんだ、エレン香水のせいじゃなくて俺が悪いんだよ。ライナーは自分から地獄へ進撃し、エレンもエレンで元から素養があって自分から地獄へ進撃しようとしたところをライナーに背中を押されて、その結果、双方地獄を進撃し続けていて、そこでエレンの一歩先を行く神の愛を一身に受け切っているライナーの気持ちを知って、さらにエレン決意するという完璧な流れポイントは結果的にライナーが全部悪いと。どうしてどうしてこんなことするの？今思うとエレンにとってライナーは兄貴分であり、どこからかそっと手を差し伸べてくれるヒーローでもあったんだろうな。ライナーがエレンは俺たちに止めてほしいんじゃないかって言ってたが、止めてほしいのはミカサで、仕留めてほしいのはライナーな気がする。この後のパラディでもライナー来ることを察してエレナが止めてるのに無視してライナーをお迎えに行く。エレンなんだただのエレライか。ねえ、最近スレとか米印とか見てて思うんだけど、伊佐山先生って量産されてるの？それとも分裂かなんかで増えんの？性癖と理解度がおかしい。レス型見受けられるんだけど。へよ、在志子の民は道で繋がってるんだ。ライナーのことをかっこいいと思ったり美しいと思ったりするのは当然だろ。ライナー以下の中途半端なクソ野郎って自覚した上でエレンは話に来たって考えると話は泣ける。ここの人たちとは違う意見だけど、エレンからライナーへの思いは単純な好意じゃないと思うんよな。同情とか共感はあるやろうけどね。そこは絶対特別な感情やろうけど、好意はエレン矢印ライナーじゃなくて、あくまで伊佐山矢印ライナーだろ。そこ勘違いしちゃダメじゃない？エレンにとって大切な人っていうのはアルミン、ミカサ、他調査兵団、同期、パラディ等の人たち、ライナーだと思うんよな。なんでもかんでも核にすりゃいいってもんじゃないと思うぜ。もう少しで原作終わりそうだけど、ちゃんとライナーとエレンが対峙するシーンはあるんだろうな。伊佐山、最後のエレライは言葉ではなく王道を行く剣の語り合いしてほしい。そして勝負は相打ちで、ライナーとエレンが首だけになって永遠にお互いを見つめ合うラスト。